おだすこちこんばんぱーてーとよしこもてーたぶんせきやっていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。じゃあですね、ビジョナリーパスでパス精度上がってんのかっていうか AGB 分析やればわかるんじゃねー説やっていきたいなと思います。ビジョナリーパスでパス精度が上がっていくのか、ここを見ていきたいなと思います。今日はちょっと時間ないのでバッと短めにやっていきたいなと思います。でそもそもですね、 AGB 分析をやっていければこれでわかるんじゃないのかっていうところなんですけども、 AGB 何なんだという方のために説明をしておきましょう。 AGB はですね、アウト回転気味バックスピンロブのことを言っております。アウト回転だとお前 OGB じゃねえのかと思ったそこの君、細かいことは気にするな。こんな形でですね、詳しくはですね、ゲームチェンジパスの判明、上昇値が判明した動画を見ていただければなと思いますが、狙ったところに対してですね、アウト回転気味で出していけるのが AGB、普通にバックスピンロブで かけていくのが普通のパスという形になっていきます。でこの AGB がですね、なんとフライパスが84以上の時に発動するということが分かったんですね。でスキルロブ系をついていない状態ですね、スキルロブ系がついていない状態だと84になるとこれがかかるということが分かりましたので、これを使ってですね、ゲームチェンジパスの上昇値が分かったわけなんですけども、これをビジョナリーパスでもできるんじゃないのか、そこをやっていきたいなと思います。ここから後取りなんですけども、紆余曲折ありまして、あの全てちょっと編集するのもなかなか時間食ってしまいますのでダイジェスト版でお送りしていきたいなと思います。こちらです、どうぞ。まずはですね、フラパ99ワンパでですね、 AGB が出るのかを見ていきました。調子は普通でしたね。ですね、これワンパ、これ結論から言うとこれ出ませんでしたね。これでは出なかったんですね。でも諦めたくなかったので、ちょっとねここ絶好調にしてみてみました。出ませんでしたね。でここでビジョナリーもちょっと追加してみました。ビジョナリーで絶好調なら出るんじゃないのかと思ってやったんですけど、これでも出ませんでしたね。でまあまだまだと思って、ここにインパクトはどうだというところで、これで見てください、出たのよ、ぽいの出てんのよ、来たーと思って、希望の光がここで見えたーって思ったんですけど、もしかしてと思って、あのビジョナリーじゃない人でやってみたんですよね。まずね、これできちゃったんですね。でちょっと、フラパ60の人でやってみたんですね。なんかねできちゃってんのよ、調子普通でやってみたのね。これでもできちゃってるわけ、できちゃってるのよ。しかもこの人なんか左利きだからねあこれはもうはーと思って、一応ね、ゼフ長とかでやってみたりとかしたんですけど、まあ AGB 出るんですよ、インパクトパスだと。ということでですね、ここに関しての結論、ワンパー AGB ですね、インパクトフライパスですね、誰でもできちゃうということが分かりました。なのでこの AGB を使ってですね、ビジョナリーパスの上昇値を測るということはできないということが分かりました。ちょっとね編集めんどくさかったのでダイジェストにしてしまいましたが、こっからはですね、もうご覧になっているかなと思いますが、ワンパでゴールキーパーにフライパスを返してですね、これがどんな違いを生み出すのかを見ていきたいなと思います。使っていく選手トーマス・パーリーですね。でこのトーマス・パーリーはワンパも何もついていない状態ですね、フライパスも57とかそんぐらいかな、でやっていきました。普通のワンパだとこんな感じでしたね。もうちょっと一気に見ていきましょうか。ビジョナリーパスの状態ですね、ビジョナリーパスを受けてからの状態だとこんな形、通常ワンパついてない時にビジョナリーにするとですね、モーションがですねすごくスムーズな感じはしましたね。ワンパ持ってない時の普通のパスになると、こう蹴り切れてないというか、なんていうかね、体が回りきってないというかね、無理な体勢というか変な体勢で蹴ってたりとかすることもあったのかなという印象でしたね。ちょっと気になったので、このトーマス・パーリーにワンパがつきましたので、ワンパ付きのトーマス・パーリーだとどうなるのか見ていきましょう。まずは通常時ですね、ビジョナリーじゃない状態になっていきます。
で、こっからがビジョナリープラスワンパですね。はい、ということで見ていただきました。それぞれ見ていくとですね、上がビジョナリーのワンパ、下が通常のワンパなんですけど、同じようなところに蹴ったところですね、持ってきたんですけど、パススピードがですね明らかに上がってるんですよね。以前の検証でパス精度がパススピードに大きく影響していることを分かっているので、そう考えるとパス精度が上がってるとも言い切れるのかなという気はしていますね。まあ、ただちょっとここだけを見ていくとですね、なかなか判断しにくい部分はありますので、ちょっと落下点まとめてみました。ゴールキーパーは大体同じ位置に立ってはいるんですけど、ちょっと分かりづらいので、ペナルティースポットにジャガイモを置いておきました。で、その落下地点にですねポテトを置いておきましたので、これでですね、本数見ていってどう変わっていくのか見ていきましょう。ということで、まずは通常時のワンパンなしですねの状態でこんな形になりました。もう画面下側というかね、ペナルティジャガイモのより下側にですね集まっているのが分かるかなと思います。さっきもちょっと言ったんですけど、モーションがねおかしかったりとかして、こう巻いちゃう感じというかね、インサイド回転かかってしまうということが多かったのかなという感じはしましたね。はい、で次はビジョナリーパスですね。ビジョナリーパスになるとですねこんな形、ジャガイモに対してこう周りにね、ポテトが回っているということが分かるかなと思います。青で表しておきましたけど、こんな形になりましたね。まあ、これだけ見てもですね、かなり精度は上がっていたりとか、する気はしますよね。まあ、少なくともモーションがおかしくなるって時はなかったので、まあ、ワンパがついたのかなというのは少なくとも言えるかなと思います。で、次がですね、ワンパ持ちのトーマスパーリーをやった時ですね。これ通常時なんですけど、先ほどのビジョナリーの時のこの青ですね、青の時のトーマスパーリーとちょっと似てるような感じはしましたかね。で、次にビジョナリーの方のワンパですね、こっち黄色で表してますけど、こちらの黄色はですねピンクと比べるとですね、まあそれなりにですねペナルティスポットに近い位置というかね、で届いているような感じはしましたね。でパスのね精度を見ていてもですね、やっぱ上がってんのかな、あとキック力上がってんのかなっていう気はすごくしましたね。ちょっとこれを見る限りだと上がってるって思わざるを得ないのかなっていう感じはしましたね。で、ちょっとね、いろいろまとめておくとですね、まあ、通常よりビジョナリーの方が良かった。ということで、ワンパがついてるのかなって憶測。で、通常ワンパよりビジョワンパの方が良かったって考えると、まあ、数値が上がってるとも言えるのかなという気がしていて、そうなるとですね、ビジョナリーがワンパプラスパス数値どっちも上がるのかなという感じになってくる。そうなってくると、こういう式が成り立つわけなんですよね。通常ワンパよりビジョの方が高いという形になっちゃうんですよね。で、そうなってくると、この青とピンク見比べるとですね、まあ、落下点だけで判断するのなんとも言えないですけど、まあこれ成り立つのかなという、なんか同じイコールとかは成り立つのかなって気はするんですけど、ピンクより青の方が確率にいいよっていうのは正直言い切れないようなのは、気がしちゃっていますね。でそう考えるとですね、効果がですね、まあこのところが考えられる、ワンパとパス数値が上がるということと、パス数値のみが上がるということと、選手によってですね、ワンパ持ちにはパス数値、ワンパなしにはワンパが付与されるとか、選手によって変わってくるとかね、そういったところはもしかしたら言えるのかもしれないなというところになっていきますかね。まあ、ちょっとね、ちょっとこれだけで判断するのなかなか難しいんですけどね。で、まあ、ただどちらにしろ上がっていたとしてもね、5とかそれぐらいかな、使ってて実感できるようなできないようなレベルって考えるとこれぐらいが妥当なのかなという気はしますがね。で、確証はところあんまないので、今後の検証でねまた修正するかもしれません。はい、ということで、これといってね結論が言い切れないんですが、 AGB があればなというのをすごく感じてしながらやっていましたね。まあしょうがないんですけどね。まあでも上昇してることは間違いなく言えるのかなと思いますので、何かいい方法があったらねまたやりたいなと思います。で皆さんの、ね、意見も、私はこう思うよとかね、私はこれだと思う、効果がこれだと思うっていう意見もね待ってますので、よろしくお願いいたします。で今日は2個できたのかな、ここで言うとね。なので今後ねまた、やっていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。で次回はですね、この動画がですね月曜日に出てんのかな、だとするとですね、まあ、その今日にもう1本やるか、明日に2本やるかだかなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんこの結果どう思いますでしょうか。皆さんのご意見ご感想クレーム等々あればですね、コメントで教えていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。
年内3万人を目指しておりますので、この動画が少しでも参考になったらですね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで今日の動画はこれで終わりたいなと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。